高原川高原川は、岐阜県北部及び、富山県を流れる、神通川水系の河川。日本有数の急流河川の一つであり、流域には、奥飛騨温泉里が広がる。蒲田川合流までは別名を平湯川、モズも、川と呼ばれる。岐阜県高山市の長野県境に位置する乗り倉岳の北陸に源を発し、高山市奥飛騨温泉を平湯、福地の集落を抜け、 土地をで鎌田川を合わせる。鎌田川の流入後は西へ流れ、徐々に深度を北に取りながら、日田市の旧神岡町市街地を貫流する。日田市北端の富山県境で、宮川に合流、神通川となって、日本海に注ぐ。流域は、非常に急峻な地形であり、標高線3 0 0から2000メートルの日田高地に、標高差1000メートル以上の断崖を作りながら、流下している。 上岡市街地である船津の町は、すり鉢の底に例えられており、川に沿う国道41号には、多くのトンネルが作られている。あと津川断層は、富山県の有美湖から、白川村に至る、全長約70キロメートルの右横ずれ断層である。船津より北へ、約6キロメートル、漆山集落から、土集落にかけての区間で、断層線が、高原川と交差しており、 断層運動による流路の屈曲が非常に明瞭である。痛い痛い病は四大公害病の一つ。上岡鉱山から高原川に廃棄された工業廃液により引き起こされたものである。ありがとうございます。